チな情報まで詳しく書いてあるところも多いというのが実情です。なので、まあ、デメリットもメリットもたくさんあるようなあのインターネット上の辞書なんですけれども、あのささやき声をの長めの動画を行ってほしいというようなリクエストも、まあ、ちょこちょこコメント欄で見受けられましたので、まあ、睡眠用とか、まあ、ラジオ感覚でささやき声をねお聞きいただきながら何か一つね付加価値もつけたいなということで、聞くだけで少し賢くなれるような感じのですねあの動画を作りたいなと思って、今回は、このウィスパーボイス、まあ、ささやき声のウィスパーとウィキペディアの後半部分を足してウィスペディアっていうような新しい、まあ、ラジオ企画みたいな形のものをやっていこうと思っております。皆さんもつまらない授業とか聞いてたらうとうとくるような経験あると思うんですけども、まあね、基本的にはもうウィキペディアに書いてある、まあ、情報をあの僕がねそのまま読み上げるような感じのものになるので、まあ、かなり内容的にはつまらない感じなので、非常に睡眠前とかにはベストマッチするんじゃないかなと思っています。でただね、読み上げるだけだと何を言ってるのかわからないところとか出てくると思うので、基本的にはウィキペディアに書いてある、何年何月何日時点の記事をという形で記載してこの動画の概要欄に全部コピペしてます。でいらない部分とかは消したりしてるので、まあ、少しは読みやすくはなってるかなと思います。で僕は基本的にその動画概要欄に書いてある、原稿をですね、まあ、そのまま読みながら何かリアクションできるところはねリアクションも入れていきたいなと思ってますので、まあ、動画の中にね字幕をそのままはめ込むか概要欄に載せるから悩んだんですけども、後であそこなんて言ったのかなって見返しやすいようにねもうまとめて動画概要欄にバンと貼っておきますので、まあ、ぜひね今回のこの企画に関しては顔出しとか何か動画っていうような感じよりもラジオ感覚に近いような感じにしようと思ったので、もし字幕を見たいという方は動画概要欄を見ながらですねお聞きいただければと思います。ではね、ちょっと長めの事前説明にはなってしまったんですけれども、今回の第1回ウィスペディアのウィスパーワード、こちらは ASMR ということで、このせいや ASMR のチャンネルの大きなキーワードでもあります ASMR について、 Wikipedia で調べた結果を今回はですね皆さんにお伝えしていこうと思います。なので今回は、ASMR と Wikipedia で検索をして出てきたページですね、こちらが2019年10月27日が最終更新と書いてあったので、その時点での Wikipedia の記事を簡単にまとめて読んでいきたいと思います。はい、まあ、書いてあること全部読むわけじゃないので多少は聞きやすいと思うんですけれども、ぜひお聞きいただければと思います。いや、正直も知らない知識だらけだったので、本当はね聞き終わった時にはね少しは賢くなったかなって思えるような内容かと思います。でコメント欄で、まあ、好評の意見が多かったらですね、今後もこのウィスペディア企画をどん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 やっていきたいと思うので、ぜひ評価コメントいただければと思います。はい、ではですね早速読み上げていきたいと思います。ウィスパーワード ASMR ASMR かっこオートノマスセンソリーメリディアンレスポンスは、人が聴覚や視覚への刺激によって感じる心地よい、脳がゾワゾワするといった反応感覚。正式一般的な日本語訳は今のところ存在しないが、直訳すると自律感覚、絶頂反応となる。読み方はアサマ ASMR やアスマ ASMR アスマエイズマが広まっている。 ASMR を感じるきっかけや感じ方には個人差があるが、視聴することによってそのきっかけを作り出そうとする ASMR 動画が動画共有サイトに多数投稿されている。
医学的な効果は不明であるが、慢性鎮痛が軽減されたという研究もある。 ASMR は充実した大まかなサウンドと定義されているが、感じ方は人により様々である。綿棒でこする、聞こえるか聞こえないかの瀬戸際の音量が心地よいというユーザーがいれば、キーボードのタイピング音などある程度の音量があって心地よく感じるユーザーもいる。2015年の研究では7から8割が睡眠導入の補助とストレス解消のために利用しており、性的興奮目的のものは 5% 程度だった。ネット上に投稿されている動画には耳かきボイスかっこバイノーラル録音などを用い、実際に耳かきをされているかのように感じることのできる動画かっこ閉じ、タッピング音かっこパソコンのキーボード箱机を指でタップするかっこ閉じ、マッサージ床屋サウンドかっこ耳かきボイス同様、実際にされているかのような心地よさを味わうかっこ閉じ、食事の際の咀嚼音ささやき声でのトークなどがある。2017年にイケアが広告の演出に採用するなど企業のブランディングに利用され始め、2019年3月にはオトバンクとカンタムが ASMR を扱うオーディオレーベルサウンズグッドを設立した。2018年6月中国の反ポルノ当局は ASMR 動画を低俗なポルノコンテンツとみなして、よくビリビリ都道都道わからん、なんだこれ、アミアスクラウドミュージックモーイクラウドミュージックかなと、チンテン FM など、このチンテンっていうのはセイテイと日本語では読んだりとかヤンマとか読んだりするみたいですね。 FM など中国内の動画音声配信サイトから該当するコンテンツを削除した。名称オートナマスセンスリーメリディアンレスポンスの名称はウェブサイト ASMR ユニバーシティの設立者でもある米国人女性ジェニファー・アレンが命名したものである。アレンの説明によれば、オートナマスはきっかけとなる刺激に個人差がある様子を指したもので、メリディアン頂点閉じはオーガズムの婉曲表現であるという。この名称に落ち着くまではヤフー上のグループソサイエティオブセンセーショナリストやアンドリュー・マック・ムイリス・マリス、あ、わからん、が解説したブログ G アナムドフィーリングアンネームドフィーリングかといった場所で名称についても議論が行われており、アテンションインデュースドヘッドオーガズム AIHO カッコ閉じ、アテンションインデュースド、ヨーフォリアユーフォリアカッコ AIE カッコ閉じ、アテンションインデュースドオブザーバントユーフォリアカッコ AIOEU カッコ閉じといった名称も提案されていた。他にこの現象を示す表現としてはブレインオーガズム脳のオーガズム閉じ、ブレインマッサージ脳のマッサージ閉じ、ヘッドティングル頭のうずき閉じ、ブレインティングルス脳のうずき閉じ、ヘッドオーガズム頭のオーガズム閉じ、スパインスピンスパインかな、ティングル脊髄のうずき閉じ、ブレインブレインガズム、ブレインの出すオーガズム、閉じといったものがある。各界の反応、ASMR が実在する生理現象であるのか、科学的な実証はなされていない。こうした効果があるといった主張は全て報告者個人の知覚に基づくものにとどまっているのが実情であるが、一般紙やブログといった場では、専門家が ASMR に言及した事例も
扱う自身のブログで ASMR を取り上げ、 ASMR は脳内の電気活動に軽い異常が起き、それが快感として捉えられているのではないかと推測した上で、実際に何が起きているのかについては FMRI や TMS を用いた調査が必要だと述べた。シェフィールド大学で心理学と認知科学の講義を担当するトム・スタフォードは、インデペンデント誌において ASMR は実在すると主張する層に一定の理解を示しながらも、1990年代に入ってから減少が進んだ共感覚を例に挙げ、 ASMR のような誰もに一様に起こるわけではない、内的反応の解明は困難だろうと見通しを示した。神経科医のエドワード・ジェイ・オコーナーもサンタモニカ・カレッジの学生新聞コルセアで、どのような刺激が有効か人によって異なっていることが科学的な解明の障害になっていると指摘した。精神科医のマイケル・ヤシンスキーは、瞑想のように何かに集中しリラックスすればストレスや不安を司る脳の他の部分は働かなくなるものだとして、 ASMR のような現象もあり得ることだとした。またサダー神経科学研究所で睡眠に関する問題を専門にしているエイマー・キャン・カンは、 ASMR ビデオが寝つきを良くする手段として用いられている問題に触れ、こうした行為は良質の睡眠が得られない上、ホワイトノイズ発生器や赤ん坊ならおしゃぶりを使用するのと同様、常用癖がついてしまう恐れがあると指摘している。日本での普及。2015年頃から日本でもインターネットメディアなどで研究され始めた。同時期に ASMR アーティストのハトムギなどが登場したものの、海外に比べると日本人による ASMR 音声動画制作は限定的であった。ハトムギと呼び捨てにしてますが、様をつけていただきたいところですね。はい、2018年頃から黒木渚ら愛好家を辞任する芸能人が登場したことで、テレビ番組でも扱うようになり、 YouTuber のみならず企業や芸能人によるオリジナル ASMR 動画の制作が盛んとなった。以上が ASMR について Wikipedia に書いてあった、まあ、内容になります。まあ、脚注とかね、関連事項とか読み上げてもあんまりよくわからないところに関してはもう完全に省かせていただいてるんですけれども、まあ、とりあえずね、書いてあった大まかな部分っていうのは全て読み上げさせていただいております。はい、まあ、今後ね、時間が経つにつれて新たな方がね、知識を追加したりとかすると思うので、概要欄に書いてあるね、文字に関しては随時 Wikipedia の方では変わっていくとは思うんですけれども、まあ、ある程度の知識というところでですね、頭の片隅に置いていただければと思います。またね、皆さんの睡眠とか何か作業に集中するための BGM 的なところでですね、お役に立てれば幸いでございます。では今回ですね、初めてのウィスペディアっていう企画、いかがだったでしょうか。ぜひね、評価とコメントをたくさんいただければ幸いです。はい、では本日も最後までご覧いただき